ご紹介いたしますのは、埼玉県の川口市にお住まいのペンネーム川口の星という、男性の方からのお便りご紹介いたしましょうね。ある雑誌に前世で関係があった人とは現世でも必ず出会うと書いてありました。それなら両親友達などは前世でも何かの形で関係があったのでしょうか。そうだとしたら前世と現世での親しさの度合いは同じなのでしょうか。そしてもう一つ、希望通りに生まれ変わるものでしょうか。こういうお便りを頂戴いたしました、うん、先生いかがでしょうか。なるほどね、なかなかいい質問で、はい、これいろいろパターンがありましてね、ええ、まあ、逆転のパターンと強力のパターンと、それから あれです、前世といっても即前世じゃない、もっと前と、もっと前とっていうね、縦並びですか、そうあるんですけどね、はい、特にこういう関係がありますね。前世兄弟だった人が夫婦になる、うん、で夫婦だった人が兄弟になる、うん、親子だった人が夫婦になると、とにかく非常に親しかった人、近しい人だったっていう人がまた同じく近しい人になる場合が多いです。なるほど、はい、それと逆転の場合と言いますと主従の関係ね、前に、主人で召使いだった人が今度は主人がもうあんまりにこの召したの者に対してこのいじめたりですね、労働を強いたりしてばしますと今度逆転して主従が逆になってくると、そしてワンマンの人のそばに仕えてもいつもいつもひどい目に遭わされた場合は前世との関係見たら前世と逆転してるわけ、前世にそれだけしたから今度はやられ返す、逆に前世に非常にお世話にした人は今世はその人に本当にお世話になると、どういうわけかあの人のためにばかりこうお世話してしまうんだよねって言いますよね、それは前世にその人に借りがある場合に自然に その人にお返しをしていると、こういうことがあります。じゃあ前世がこういう関係であったから現世では必ず同じ関係になるとは決して限らないです。貸し借りの関係、逆ですね、でも親しかったというものは何かその親近感がありますから親子が兄弟になったりこう種類は変わりますけれども近いということは共通しています。そしてもう一つ、希望通りに生まれ変われるものでしょうかというご質問です。これはある程度特分を積んで真ん中以上のレベルになった人だったら希望通りに変われます。例えばよく成績のいい仕事する人だったら、はい、配属転属するときにね、お前どこに今度行きたいかと、いやちょっと外国の方に行きたい、じゃあ今度は、ヨーロッパの方に行かせてやろうと聞いてくれるんですよね、優秀な人は、ですから今世が努力してある程度の神様の目から見て得点を稼いでいいやつだというふうになりますと希望通りに生まれ変わりられますけども、そうじゃない場合には強制的に生まれ変わりされます。会社と同じですね。はい、わかりました、ペンネーム川口の星さん、いかがでしょうか。お分かりいただけましたでしょうか。